っていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも、ハローというわけで、君たちにパソコン教えてもらおうと思って。ノーパソ詳しいの君たち。ノーパソ、ブラインドタッチできます。あ、俺できねえから俺よりもいいな。とりあえずゲーミングノートの画面がでけえのが欲しいって言って、1年半ぐらい前に10万ちょっとぐらいのプレゼントしたんだけど、まあ、そろそろ新しいのが欲しいって言ってるから、デスクトップ？多分主婦にデスクトップは似顔めんじゃねえかな。スペースも食うし、リビングでやってるから FF14 をやるだけだからそこまでのスペックがいるとは思えないんだよね。Core i7 1260p、 CPU 統合チップセット。な、マジでノーパソわけわかんねえな。これグラボ入ってない。 What？ グラボ入ってない。あー、 RTX3060 搭載。絶対いらないんだけど。絶対にいらない。3060なんて。俺はこの前案件したやつどれだ？ 17.31 やったよ。でっか。母さんは寝室が3階にあって、リビングが2階あるんだけど、寝る前もゲームやって、で、寝た後も寝室からリビングにパソコン持ってくから、持ち運べないとダメだね。まあ、FF 以外のブループロトコルとかハマるかもしんないし、重さ、まあ、そんなのどうでもいいと思うんだ別に。家の中で持ち運ぶだけだから。重量 2.6 2.6 万、 2.6 万の。まあでもこれかなと思うんだけど、どうでしょうか皆さん。用途は MMO、 今後もゲーマーなんでいろんなゲームをやる可能性あり、で家の中で持ち運びます。SSD500 が不安だけど、まあでも、ほんとゲームしかしなかったら SSD500 余すくないか。なんか画像保存とかしないだろうし。言ってらあればいい。じゃあ今これ貼ってくれた、これはちょっと値が張るけど、こんなゲーミング PC 持ってる母親いねえって。強すぎだろ。どんなパソコンやねんこれ。これで3年戦ったの？これ買ったの3年買い替えてほしいなんて言わせねえぞ。ねえ、20万デスクトップでもね、まあ、主婦にはこだわりがあってさ、やっぱり。家の中で機動力があった方がいいらしい。一つのところでゲームをしたくないらしいわ。たまには人をダメにするソファーの上でやって、たまにはリビングの机でやって、たまにはベッドでやりたいらしい。これを買ってあげようかな。その代わり PS5 は自分で買え。第12世代 i7-12700H、RTX3600、GPU6GB。メモリー 16GB、 ストレージ 1TB、 SSD 17インチってバカでかくね。17インチ、206,800円のパソコンだよ。文句言わせねえぞ。1年経って新しいの欲しいとか言い出すなよ。はい、注文確定。はいはい。このふざけたキャンプでよくス取れるな。味方がタワーを破壊しました。危ない、木が当たったら死んでたわ。今のはかなり事故りかけた。ぶっちゃけ EC の9があったら私は死んでいた。あるんだったらそろ。ほらー、まだ頼んだ。あ、強すぎない？ナイス、よかった。ウガさんってよかった。危ねえ、ナイスかさんて。いや、ナイスかさんてマジで。今の負けかけるんかい。危な、負けかけんでヒヤッとするわ。どうした、うえっ、あったか、行ってこい。敵を倒しました。
あーごめん、でも敵を倒しました。敵を倒しました。ダウンキス、ベーン。エース、うまい。僕もソーリーソーリーソーリー、いいだろ別に勝ったんだから、そんな言わなくて。どんだけストイックなんだよこの状況に切れるの、マジでストイックすぎるだろう。行ってこい。敵を倒しました。遅い。ゴッドライク、ダブルキル。シャットダウン。味方がタワーを破壊しました。こんなもうみんなが楽しければ俺はそれでいいよ。はい、ナイスです。すみません、なんか地味な試合になってしまって。まあでもこれが勝つってことなんで。最近のイデリアの試合と比べて地味すぎるな。ジリアンうますぎ。赤ちゃんアルマジロがとても目立った。俺ソルも見たい。夜立ち眠いね。はぁ、あ、こういうのこれがお手本か。5万人やってる試合だったけど、ソロ級試合の方が派手ってこと。今過去一多いらしいよ。が大川さんからの情報だとエビデンスが確かな情報だから、なんかいいな。素晴らしいね、ストリーマーパワー素晴らしいね。我は風に舞う炎。敵を倒しました。闇が奪う。いやー、スレッシュだけだ。シャットダウン。味方が倒されました。逃していいのか、ウルーカ調子いいぞマジで。混沌こそ世界の意志。戦いこそまだ昇竜系ドーン。敵を倒しました。言葉知る怒りを。己の悪、そして我と戦い。竜巻当たってたらな。なんか当たってくんの。クラッシュ。レッツゴー。ブー。ダイアナ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 。ヤッソダイアナ。ヤッソダイアナ。ナイス GG。
ビクトリー。いや素晴らしいね。いや気持ちいい、気持ちいい。アソピックしてよかった。